第35回プライムタイムエミー賞はテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで1982年6月1日から1983年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は1983年9月25日にカリフォルニア州パサデナにある パサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会はエディマーフィ、ジョーオン・リバーズが務め、アメリカでは NBC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月18日に発表された。主要部門の最多ノミネートは、ヒルストリート、ブルースの14部門で、チアーズ、フェーム、青春の旅立ち、ザソーンバーズが9部門と続いた。 主要部門の最多受賞は、チアーズの4部門だった。受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、各個は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。 ありがとうございます。